はい、どうも、田村です。今回はレックザ GX を使ったデッキレシピを2種類紹介ということで、まあ、レックのカリスマが発売して少し経ちますけれども、まあ、各所でね、レックザ GX が強いと、話題になってますね。で、僕もレックのカリスマが発売してから今日までに、レックザ GX を使った対戦動画を、2本 YouTube にアップロードしてるんですけれども、今回はその対戦動画内で使ってたレックザ GX、それぞれちょっと別の方なんですけれども、このデッキレシピをね、2種類動画内で紹介したいと思います。はい、その前にレックザ GX のスペックについて簡単におさらいしておきましょう。ドラゴンタイプの HP180 の種ポケモンですね。特性疾風怒涛によって、こいつを手札からベンチに出した時、まず山札の上から3枚をトラッシュに置きます。で、その後、トラッシュにある基本エネルギーを1枚、このポケモンにつけることができますよと。はい。なので、この特性疾風怒涛の効果で山札の上から、3枚を削るうちにエネルギーがあればもちろんつけることができますし、その他にもあらかじめトラッシュに基本エネルギーを用意しておいてあれば、この特性疾風怒涛で山札の上から3枚めくった時にエネルギーがなくても、トラッシュで別で用意してある基本エネルギーをこいつにつけることができますよっていった感じですね。で、それから技の方がドラゴンブレイク3エネ要求で、自分の場のポケモンについている草または雷エネルギー1枚につき、30ダメージといった感じになっております。なので、基本的にレックザ GX を使う場合は、このポケモンにエネルギーを3枚つけてやることは、もちろんなんですけれども、その他にレックザ GX 以外のポケモンにも大量に草エネルギーやら雷エネルギーをつけてやって、その数を参照してドラゴンブレイクで高火力で殴っていくっていった感じになりますね。で、GX 技、テンペスト GX っていう技があるんですけれど、まあ、これは滅多に使わないですね。一応草エネルギー1枚で打てる GX 技で、自分の手札を全て捨てた後、山札から10枚引くことができます。まあ、なんでワンチャン高校1段目とか、よっぽど事故った時とかに、まあ、使うのかなーといった印象を受けますけれども、今のところテンペスト GX を僕は使ったことはないですね。基本的には他のカードと組み合わせて、場にエネルギーを大量に用意してやった上で、ドラゴンブレイクでガシガシ殴っていくっていった感じになると思います。さあ、じゃあまず一つ目のレックザ GX のデッキレシピですね。まあ、レックのカリスマの開封動画を上げた次の日にすぐ上げた対戦動画になるんですけれども、エデンさんが使うツンデツンデ GX を相手に戦ったやつですね。まだそっちの対戦動画をご視聴いただいてない方は、先にそっちの方を見ていただけると、こっちのデッキレシピの理解が深まるかなと思います。はい、このデッキコンセプト自体は非常に単純で、特性疾風怒涛であるとか、あとは自分のベンチの種ポケモンのエネ加速ができる PP マックスと組み合わせてやって、まあ、序盤からどんどん場にエネルギーを用意してやって、ドラゴンブレイクで、高打点出していこうっていうデッキになります。で、このデッキの超重要なエネ加速手段である PP マックスなんですけれども、自分の山札の上から6枚を見て、その中に基本エネルギーが1枚でもあれば、それを自分のベンチの種ポケモンにつけることができますよっていったカードですね。で、まあ、基本エネルギーがこのデッキ、13枚入ってるとはいえ、まあ、多少運要素は絡むんですけれども、このデッキではどんどんと序盤から、山札を掘り進めていくだとか、あとサーチ系のカードで山札をどんどん圧縮してやって、この PP マックスの成功率を高めていくっていった感じになります。はい。で、それからポケモンなんですけれども、ラティアスプリズムスター。これすごい強力ですね。1エネ要求、ドリームミスト相手に30ダメージ与えつつ、自分のベンチの、ドラゴンタイプの種ポケモン全員にトラッシュから基本エネルギーを1枚ずつつけることができますよと。なんで、このラティアスのドリームミストを打ったタイミングで自分のベンチにレックザ GX が3体4体といれば、一気にトラッシュの基本エネルギーを3枚4枚と加速することができますので、次のターン以降のドラゴンブレイクの火力を、大幅に上げることができるといった感じになりますね。で、このデッキどうやってレックザ GX とか PP MAX をお手札に持ってくるのかって話なんですけれども、もちろんカプテテフ GX の特性ワンダータッチを使って、プラターナ博士であるとかエヌといったドロー系のサポートを持ってきて、それを使うことで手札に回収してやってもいいですし、あと、それからあれですね、シェイミー X が入ってます。このシェイミー X 特性セットアップによって、手札からベンチに出した時、自分の手札が6枚になるまでカードを引くことができるんですね。基本的にはこのデッキハイパーボールでシェイミー X をサーチしてきて、手札の使えるカードをどんどんと使ってっていって、手札を減らした後にシェイミー X で、特性セットアップでまた手札を補充して、で、もう一回、手札に来た使えるカードをどんどん使っていって、またその中にハイパーボールまたはシェイミー X があれば、もう一回、分回りますよっていった感じで、どん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 このシェイミー X の特性セットアップで山札を掘り進めていきます。で、そうしていくと、ハイパーボール4枚じゃ足りないなーっていう話になったので、このデッキではカプテテフ GX、ラティアスプリズムスター、レックザ GX をサーチする手段として、ミステリートレジャーを2枚だけ入れてます。ミステリートレジャーは自分の手札を1枚捨てる代わりに山札かドラゴンまたは超タイプのポケモンを手札に加えることができますよといったカードですね。なので、ハイパーボールで、基本的にはシェイミー X をサーチしてきて、ハイパーボールで足りない分は、ミステリートレジャーを使って、レックザ GX とかカプテテフ GX、まあ、時には、ラティアスプリズムスターを手札に持ってくるといった感じになります。
で、このデッキハイパーボールとミステリートレジャーは、ポケモンをサーチしてくるだけじゃなくて、手札にある基本エネルギーをトラッシュに送ることができるんですね。なんで、このミステリートレジャーとハイパーボールのコストによって、手札の、基本エネルギーをトラッシュにあらかじめ捨てておいてやることで、サーチしてきたレックザ GX の特性疾風怒涛が確実に決まるようになるといった、まあ、その辺も相性がいいので、この辺のカードを多めに入れてます。で、このデッキはシェーミー X とかレックザ GX、まあ、カプテテフ GX もなんですけど、どんどんとベンチにポケモンを展開していきますので、ベンチが5枚じゃ足りないんですね。なんで、ベンチにもっとポケモンを大量に展開するためのスカイフィールドが3枚入ってます。このスカイフィールド、スタジアムなんですけれど、これ出すとお互いにベンチにポケモン8匹まで出せるようになるんですね。なんで、この序盤にスカイフィールドを貼ってやって、シェーミー EX だけじゃなくて、レックザ GX も3体4体とベンチに用意してやるっていった感じになりますね。で、一旦このスカイフィールドを使って自分のベンチにポケモンを大量に展開してやれば、返しのターンに相手にこのスタジアムを割られたとしても、自分のベンチのシェイミー EX を、トラッシュすればいいだけの話なので、このスカイフィールドはすごく相性がいいですね。で、後半ベンチで炙れてるシェイミー EX とかカプテテフ GX、この辺のいらないカードを、自分でトラッシュするためのパラレルシティも入ってますね。このパラレルシティ貼ってやって、自分のベンチポケモンを強制的にレックザ GX だけにしてやれば、この辺の HP 低いポケモンが狩られて、左右取られて負けるっていった負け筋がなくなりますので、このパラレルシティ1枚だけ入ってます。で、ポケモン最後にやれるユータなんですけれども、特性采配によって自分の番に1回自分の手札が3枚になるように、カードを引くことができます。まあ、これは終盤ですね、自分がサイドをどんどん取っていって、自分の残りサイドが2枚とか1枚になったタイミングで N を使われると、非常に辛いじゃないですか。そういった時にこのやれユータがいると、まあ最低でも自分の手札を、毎ターン3枚以上は、確保することができるっていう感じになりますので、まあ後半の自己軽減用に、やれユータは1枚だけ入ってます。で、それからポケモンに持たせる持ち物なんですけれど、このデッキは、願いのバトンが1枚、それから闘魂の回しが2枚、軽石が2枚入ってます。で、この願いのバトンって持ってるポケモンが相手のポケモンの技で気絶した時に、そのポケモンが持ってた基本エネルギーを自分のベンチポケモンに引き継ぐことができるんですね。なんで、レックザ GX のドラゴンブレイクって自分の場のエネルギーが少なくなればそれだけ火力下がっちゃいますので、この願いのバトンを持たせてやることで、自分の場のポケモンはやられるけどエネルギーは大量に自分の場に残っているっていう状況を維持することができるので、相性がいいかなということで入ってます。で、それから闘魂の回しですね、これを持ってる種ポケモンの、最大 HP が40上がって、なおかつ相手に当たるダメージがプラス10されますよと。はい。レックザ GX の HP が180から220まで底上げされて、相手のポケモン GX からワンパンで落とされづらくなるので、これはすごくいいかなと思って入ってます。で、なおかつ相手に与えるダメージがプラス10されることで、自分の場にエネルギーを6枚用意してやった状態で回しをつければ、ドラゴンブレイクで190ダメージが出せるようになりますので、まあ流行りのウルトラネクロスマであるとか、マッシブン GX、辺の HP190 のポケモン GX をワンパンできるようになります。で、それから軽石ですね。これを持っているポケモンの逃げ目がゼロになるんですけれども、TP MAX も特性疾風怒涛も基本的には自分のベンチポケモンにエネルギーを加速することになるので、まあベンチのレックザ GX はエネルギーが3枚ついてるけど、自分のバトル場のポケモンはエネルギーがついてなくて身動きが取れないという状況が結構あるんですね。そういった時にバトル場のポケモンに軽石をつけておくことで、いつでも準備ができたレックザ GX と入れ替わることができるっていう感じになります。で、それからリカバリー用のすごい釣り竿とレスキュー単価1枚ずつですね。特性疾風怒涛でこの辺のリカバリー用のカードがトラッシュに落ちちゃうと結構きついので、すごい釣り竿をもう1枚ぐらい増やしてもいいのかなっていった気はしますね。まあ、とりあえず今回は単価と釣り竿を1枚ずつで回してます。で、サポートなんですけれど、プラタンの博士は4枚。やっぱり山札をどんどん掘り進めていくので、プラタンの博士は必須かなと思います。で、それからもう1枚のドロー系サポートの N が2枚ですね。で、それからグズワが2枚、オカルトマニアが1枚、先輩と後輩が1枚入ってます。で、基本エネルギーなんですけれども、草エネルギーが7枚と雷エネルギーが6枚ですね。まあ、このエネルギーの配分は特に、まあ、なんかこれといった理由はないんですけれど、ワンチャンテンペスト GX とか打ちたい時用に草エネルギー多めに入れとくかぐらいの感じですね。基本エネルギーが合計13枚になるんですけれども、まあ13枚入ってれば、PP MAX と特性疾風怒涛はそれなりの確率で成功するのかなといった気はしますね。はい、シェミー X と PP MAX を使った分回し構築の、レックザ GX のデッキレシピはこんな感じですね。まあ、事故らない限りは、どんどんといった段目からエネルギーを、自分の場のポケモンにつけていくことができますので、使っててすごい楽しいですし、強いです。はい、続いてはレックザ GX と相性がいいクワガノンを採用した、クワガノン型レックザ GX ですね。どっちかっていうと最近になってポケモンカードを始めた方はこっちのクワガノンの方が見慣れてるんじゃないかなっていうような気がしますね。それに XY のカードが使えなくなった時に生き残る可能性があるのはこっちのデッキだと思うので、今からこっちのデッキ組むのもありだと思います。
はい、レックザ GX、ラティアスプリズムスター、カプテティブ GX はまあ変わらないんですけれども、このデッキはこのレックザ GX を、まあ補佐するカードとして、特性、ストロングチャージを持ったクワガノのラインを採用してます。はい、この特性ストロングチャージすごい強力で、自分の番に1回山札から草と雷エネルギーを1枚ずつ自分のポケモンに好きなようにつけることができるんですね。まあ、このクワガノンを1体も立ててやれば、毎ターン2枚のエネルギー加速は約束されますので、まあこのクワガノンが立った時の安定性はシェイミー EX 型よりも断然上ですね。で、クワガノンのラインはクワガノンが3枚、中間の電磁虫が2枚、進化元のアゴジムシが4枚といった感じで入ってます。で、アゴジムシから一気に電磁虫を通り越して、クワガノンに進化するための不思議な雨が3枚入ってますね。ただその代わり1進化2進化ポケモンが増えたので、その辺のポケモンがトラッシュに行ってしまった時のリカバリー用のカードを少し多めに入れてますね。レスキュー単価1枚とすごい釣り竿が2枚入ってます。対戦の終盤でストロングチャージを使いたいけど、もう山札に基本エネルギーが1枚もないっていう状況が結構あるので、そういった時にこのすごい釣り竿で、トラッシュの基本エネルギーをまた山札に戻してやれば、そのエネルギーをストロングチャージで自分のポケモンにつけることができるようになりますので、すごい釣り竿が2枚ですね、多めに入ってます。はい、ドロー系のサポートなんですけど、プラトゥーンの博士が、まあやっぱり自分の二進化ポケモンの手札にある状態でトラッシュするのは嫌だなということで、少なめにして3枚ですね。で、N が2枚と、プラトゥーンの1枚減った代わりに白菜が1枚入ってます。自分の手札をトラッシュすることなく、カードをドローすることができますので、白菜1枚だけ入ってます。で、それからベンチに進化元のアゴジムシと、あとラティアスプリズムスターを用意しておかなければいけないので、カプテテフから持ってこれるアズサを2枚入ってますね。で、やっぱり対戦の中盤で相手の特性を一回止めてやると、レックザ GX で押し切れる可能性が高まりますので、オカルトマニアは1枚入ってますね。オカルトマニア使う前に、特性ストロングチャージを使うようにっていうところはちょっと注意ですね。オカルトマニアで特性止まるとストロングチャージ使えなくなるので、そこは注意してください。で、それからグズマが2枚ですね。で、最後にエネルギーなんですけど、まあ、こっちもとりあえず13枚ですね。今度は雷エネルギーが1枚だけ出てるんですけど、これはまあ、ワンチャン、クワガノンに普通にエネルギーを置いておくこともありますので、エレクトロキャノンを使う場面があるかなといった感じで、まあ、雷エレクト少し多めにといった感じですね。はい、といった感じで、レックのカリスマ発売直後なんですけれども、レックザ GX を使ったデッキレシピを2種類紹介してみました。他には、XY 時代のエナジーグレイスを持ったミロカラスを採用するのもありだと思いますし、あと、ちょっとツイッターとか見てる感じでは、ニゲーネゼロのフェローチェを1枚だけ入れておいて、それから、あと、ウルトラビーストをもう少し増やしてやって、ビーストリングを入れてやって、そっちでエネ加速っていう手段も結構流行ってるみたいですね。まあ、レックザ GX って種ポケモンなので、デッキの枠を圧迫しない分、結構いろんなポケモンと組み合わせることができると思いますので、まあまあいろいろと考えてみるのこれから楽しみだなといった感じです。まあ、レックザ GX 使われたらどうしようって話なんですけど、まあ特性依存のデッキにはなるので、特性ロックのカードで、レックザ GX の対策はできるんじゃないかなって気はしますね。それこそソーナンスとかサイレントラボを一旦目に貼ってやれば、相手の特性疾風怒涛は止まりますし、で、まあ少し遅くはなるんですけど、まあ相手の特性が発動する前に、ダストオキシンのダストガスで止めてやるっていったのも手かなと思います。まあ、はたまたこっちもレックザ GX のドラゴンブレイク並みに効果力を出せるポケモンを用意してやって、レックザ GX とまあ素直に殴り合うっていうのもありなのかなって気がしますね。相手が願いのバトンを採用している場合は、中盤でフィールドブラーで願いのバトンをトラッシュしてやった後にレックザ GX を倒してやることで、相手の動きを一旦遅らせたりすることもできると思いますので、まあ、それこそ相手がラティアスプリズムスターで寝加速している間に、グズマで相手のレックザ GX を、刈り取るみたいなこともできると思いますので、まあまあ、プレイング次第なのかなといった気はします。いやー、ジャパンチャンピオンシップスで、レックザ GX がどれぐらい、活躍するのかっていうのがちょっと個人的に楽しみですね。まあ、最後宣伝になるんですけど、僕ジャパンチャンピオンシップスのカードゲーム部門の実況解説に、ありがたいことに呼んでもらってて出演するので、まあ、よければ遊びに来てください。それでは今回の動画は以上となります。ここまでご視聴ありがとうございました。それでは。